皆さん、えー、イエスキリストにある兄弟、シマイの皆さん、おはようございます。I'm very grateful for this privilege to、uh, share the message of Jesus Christ with you. イエスキリストのメッセージを、こうして皆さんと分かち合う機会を与えられたことを、とても嬉しく思います。Children, are you still listening? はい。子供の皆さん、みんな聞いてますか <laughs> ?Here's a story that my grandfather used to tell me when I was a small kid.

今日の聖書のメッセージでイエスもいくつかのことを拒否します。その意識を貫きます。そしおじいちゃんのアドバイス以上に、今日のメッセージから、皆さんの心が動かされたらいいなと思っています。

ユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたのでユダヤを巡ろうとはされなかったから,されなかったからである時にカリーの祭りというユダヤ人の祭りが近づいていたそこでイエスの兄弟たちがイエスに言ったここを去ってユダヤに行きなさいそうすれば弟子たちもあなた方がしている働きを見ることができます自分で公の場に出ることを願いながら隠れてこと,のことを行う人はいません このようなことを行うのなら自分を世に示しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。そこでイエスは彼らに言われた。私の時はまだ来ていません。しかしあなた方の時はいつでも用意ができています。世はあなた方を憎むことはできないが私のことを憎んでいます。私が世についてその行いが悪いことを示明かししているからです。あなた方は祭りに行って登っていきなさい。 私はこの祭りに登っていきません。私の時はまだ満ちていないのです。こう言ってイエスはガリラヤにとどまられた。しかし、兄弟たちが祭りに登っていった後で、イエスご自身も表立ってではなく、いわば内密に登っていかれた。ユダヤ人たちは祭りの場で、あの人はどこにいるのかと言ってイエスを探していた。群衆はイエスについて小声でいろいろと話,して話をしていた。ある人たちは いい人だと言い,い、別の人たちは違う、群衆を惑わしているのだと言っていた。しかし、ユダヤ人たちを恐れたため、イエスについて公然と語る者は誰もいなかった well,、はい。今日のメッセージ、3つのポイントを,をあの用意しました。まず1つ目は、イエスが直面した挑戦。 そのの挑戦に対しチャレンジに対しして、えー、イエスがどのように応答したか最後に私たちはイエスに「いや、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  たくさんの人たちはイエス様のこの,この今読んだところの状態を見て、まあ、イエス様のミニストリーの中で一番,、えーとうん、と一番谷底の時代というふうに見るかもしれません。この前にはとてもいい状況だったんですね。で 奇跡を起こしたり、たくさんの群衆がイエスについてきていました。Miracle, changed, uh, で、えーとさまああの、一番のクライマックスはやっぱり、何千人もの人々に数個のパンと魚で、えー、と食事を与えたというそのような奇跡を行ったことでした。 ねええー、ともう革命がが起きるるんんじゃないかっていうそういかとう期待があるくらいだったんですけど instead, でも、イエス様がその、えー、と人々に食べ物を与えた後にあることを言ったんですで。その言葉を聞いて、たくさんの人たちはイエス様から離れていきました。 でこの7章に入ると自分が殺されないようにイエス様は身を隠している状態です。でも幸いなことにこの状況を見てイエス様にアドバイスをする人たちがいたんですね。ジ brothers。それはイエス様の兄弟でした。彼らがこの半分地の通った。 兄弟なのか義理の兄弟なのかいとこなのか l かりませんけれどうんこ,この何、どういう関係にあるのかっていうのは、いろんな意見があるんですけど、まあそれが何にしても、イエス様のこの血のつながった兄弟であったことに間違いはありません。そして、イエス様と一緒に子供時代を過ごした仲間なんです。 でそこで兄弟たちはイエス様に出て行って自分を示しなさいというふうに言いました。Why do you keep hanging around here in Galilee w h e nothing happens? 何もない、こんなガラリア,ガラリアにいないで、えっ、ーえー、と、なんだっけ、こんなところにいない,いで、うろうろしてるんじゃないよと言いました。Go to Jerusalem! That's where the center of worship is.、えー、このユダヤ人の礼拝の中心地であるエルサレムに行きなさいというふうに言いました。 こカリ用のりっていうのが始まるんですけど、そのおりのところに行きなさい。の祭りににイエス様がが行くくべき理由いつかここあるんですけれど そういうこのです。それの非常にいです。は収穫の楽しいです。りれは非常に楽しいでれているそのようなに楽しいです。それはも楽しいそういう常に楽しです。それは非常に楽しいです。それは非常に楽しいです。それも非常にしたです。それは非常に楽しいです。それは非常に集まります。And then it had また、えーと、イスラエル人たちの,この歴史の中でとても特別な時を思い起こすそのような、えー、機会でもありますイ。イスラエルの人たちがあのこう旅していた時に、イエス様が全て必要なものを与えてくれた。 それはアラノに言ったのはこのエイジプトの国からイスラエル人たちがこう神様によって救い出された後の話です。Time, でアラノで神様はイスラエルのために天からパンを、また岩から水を与えました。Now, なんか聞いたことのあるフレーズなんですけど。 ジョン4、Jesus gives the living water ははうう。ジョン5、Jesus gives the true bread。また章、ジョン5章では、イエスは命のパンダというふうに書いてあります。 カリヨの祭りというのはたくさんの人が集まっているので、このメッセージ、イエス様のメッセージを伝えるのに絶好のチャンスのはずです。でも、イエス様はその、えー、こうアドバイスにこう反対をして、そして私の時はまだ来ていませんというふうに言っています。 えとこのね、私の時はまだ来ていませんというのが、この祭りに行くか行かないかという話ではないんですね、なぜかというと、もう祭りに行くっていうのは、イエス様は心の中で決めているから。兄弟がアドバイスしたように、この祭りに行って、自分自身をみんなに知しらしめる、示すっていうこと、それをする時はまだ来ていませんというふうに言っています。 まだその時は来ていないというふうに、次どうなるのかなという、サスペンスストーリーみたいなそういう言い方をしています。People had seen Jesus greatness. 人々はイエス様の偉大さっていうのを目にしました。Water changed into wine, the healing of イエス様は、えー、水を葡萄酒に変え、口の病の人々を癒し、えー、パンを何,倍何,千何百倍にも増やし、えー、また水の上を歩きました。Of of でこれらの,この奇跡というのは、これから来るべき何かを指し示すもののようでした。 で、えー、このカリオの祭りにあって、このイエス様がバーンとこう出てきて、そしてカリオの祭り革命みたいにそういうふうになるんじゃないかというふうにすごい期待をしていたんです。でもイエス様は私の時はまだ来ていないというふうに言っています。なんでなんでしょうね何が起きるんでしょう To to suspense, feast, でえっ、ー、とまあこの後どうなるのかなって思っていたらまあイエス様は祭りには行くんですけれどもでも内密にこっそり行きます。j、no えーね、はい、はい、えっ、ー、と。 イエスの兄弟たちは自分でこの場に出ることを願いながら隠れてことを行う人はいません。このようなことを行うのなら、自分を世に示しなさいというふうにイエスに言いました。Exactly、イエス様は実際そうするんです。イエス様は密かに祭りに行きます。The same word. はい well,。はい。<laughs> I think。I think Jesus actions here。 Of このイエス様の取った行動っていうのはいろんな意味があると思います。Like、この祭りにこっそり行くっていうのも、まあ、イエス様の,この生き様を表しているのかなと思います。Glory, man, like、イエス様は栄光のうちに来たわけではなくて、一人の人間として。えー 自命に来たんです、えー。この栄光を持って、イエス様が来るということは、突然、裁きがもたらされるということなのです。However, John 3: God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. でも、ヨハネの3章17節で、神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためであるというふうに言っています。John, でえっ、ー、と福音書の後の方を読んでいくと、イエス様は実際、あ別のお祭りで、えー、ともっと公に、えー、オープンにこう、みんなの前に出ていきます。 エルサレムの街に入った時に人々がたくさん集まってきて、イエス様をわーってチアしていました。それはスギコの祭りでした。スギコの祭りはユダヤ人の暦の中で一番最初のお祭りです。そのお祭りでイエス様は自分自身を。こう 公に表したのですでも、決してみんなが期待していたそのような方法ではありませんでした。えー、みんなの目に明らかな方法で、十字架にかけられて死んだんです。なお、えーうん、ユスオ人たちイスラエルの人々は、えー、ひ羊を あの犠牲としてほふるんです Egypt, 神がイスラエルの人々を昔、エジプトから救い出したときに、エジプトの国に神様、裁きを下しました。なぜかというと、エジプト人たちは、イスラエル人たちを自由に解放することを拒んだからです。 神,は神様は、えー、エジプト人の最初に生まれた男の子をすべて殺したんです。でも、だからといって、ユダヤ人たちがあ、イスラエル人たちが、うん、えとエジプト人よりも、なんか勝った人々だったから、この災いに遭わなかったというわけではないんです。The うん、彼らがまだそのありのままの状態だったら、決して安全ではなかったんです。 On the of their house. 彼らはこの子羊の血を取ってこのドアのカモイのところに塗ったから安全だったんです。このえっと裁きを免れたんです。ここののののの祭りの時のこの、えっと イエス様が十字架の上で死んだことによって、イエス様はこの子羊のようになって、イエス様を信じる人々すべての救いとなり、また守りとなったんです。えっとここにこのように書いてあります。世の罪を取り除く神の子羊。So Jesus イエス様は、この兄弟たちの言ったいろんなこの計画っていうのに乗ることはありませんでした。S <S イエス様は、天のお父様のこの御心を選んだんです。このようなこの誘惑っていうのは、前にもイエス様は経験していました。サタンがイエス様がこの十字架に行く、そのような道を拒もうとしたんです。 もし、あなたが、イエス様、あなたが、私に、ひざまずくなら、あなたにすべて、この世界のすべてを与えましょうというふうに言ったんです。You won't have to suffer a thing。そんな苦しい思いなんてしなくていいんだよ。And then Peter, his own disciple, had told him off for talking about the cross. また、えー、イエス様が弟子たちに、この十字架のことを話しているときに、ペテロは、イエス様のことを叱るんです。Time, like、brothers, でも、えー、兄弟たちがこう、自分の兄弟たちが、アドバイスしたことを拒否したように、えー、このようないろんな誘惑にたられてもイエス様ちが、私たちが、私たちが、私たち

で、まあ、サスペンス小説なので、もう次がどうなるか知りたいっていう、そういう内容です。えー、このサスペンス、えっ、ー、と、待ってね。What is good? なんだっけ。What is, what is a good?What 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 is a good? Suspense story?、うん なんかこう話がこうハラハラハラって展開していかなければサスペンス小説としてこう完結しないですよね。で、福音についても同じようなことが言えるんじゃないかなと思います。今日読んでいる内容も そして私たちの,この私たち個人のこの人生の中にあってもそうかなと思います。イエス様は私たちの罪のための犠牲として死にました。また、この初歩の待って死人の中から初歩としてよみがえりました。 And he また天に昇って精霊を降り注ぎました。でもこ,のこれからどうなっていくんだろうていうその展開はまだ続きます。 世界中の人々が見る、そのイエス様が戻って来られる、その状況というのはまだ起きていません。また、カリオの祭りがこう指し示している、えー、もの、えー、完全なるこの収穫というものをまだ、えー、とには達していません。<Yet. S 1> まだです。 聖書の中でよく、えー、とこの最後の時の収穫っていうそのようなフレーズが出てきます。それはどういう意味かというと、人々がこの世界の人々が、えー、と栄光に入れられるために収穫される。または、えーと 神様からのこの裁き、責めを受けるために収穫される、そのようなものです。でもその時にはまだ達していません。私たちは今、えー、と自分自身を拒否じゃないや、えーと、拒絶でもなくて。 否定して時間が自分を捨てて、十字架を背負って従っていく,くように見されています。イ e s 様がこの十字架への道をこの地上で歩んだように。これは本当にやる価値があることです。 なぜかというとこのすべての終わりの時にこの神様のこのすべてがいかに栄光に満ちたものであるかということを私たちは目にするからです。Then we will see how そしてそういうふうな視点から見ると私たちが今生きているこの人生もその,えとこの最後の栄光に向けたこの道筋であり一部なんだっていうふうに見ることができますこの途中経過がなければこの最後の,この素晴らしい仕上げっていうのはないんです。 Now, we このようなイエス様に私たちはどのように応答していけばいいでしょうかえっと、today, lots of responses to Jesus え。ええー、っと、イエス様に対するそそうそう。いろんな人たちのイエス様に対するこの応答というのを今日の箇所で見てきました。 このまあ応答の中には自分ああこれわ分かるなみたいなそういうのもあるかもしれません。まず、兄弟たちが不信感を持って、イエス様に応答したのを読みました。デミアンは、とてもを読みました。

It about yourself to Jesus. そして私たち自身をまたその人生をイエス様に託すということです。この、うん、お話この点というのをこの今日の箇所から見ることができます。The brothers, イエスの兄弟たちはイエス,イエス様が何かすごいことができるということを知っているし信じ,信じています。 そしてみんなに見てほしいというふうに思っています。でも彼らは、イエス様に自分自身を降伏し、委ねてはいないんです。イえス様に、こうしろあ,あしろというふうに言える立場にあると思っています。But can you relate to their feeling? そのような気持ちに皆さん、そのような気持ちを理解できるでしょうか。Yes 様、有名になってほしいこの世で有名になってほしい。And でも、自分の願いが聞かれなかったときに、なんで,でイエス様は答えてくれないんだろうというふうに思、こうちょっと困惑することもあるかもしれません。 2つ目ですけれども、えー、この世はイエス様に対して憎しみを持って応答しました。えとこの箇所にもありますけど、うんはいあの、イエス様を脅かそうとするそういう,なんかこう動きが、この箇所からも読み取れます。 ユダヤ人たちはイエスを殺そうとしていました。このようなイエス様に対する憎しみは、現今の時代にもあります。イエス様のメッセージというのは、単にみんなの心を温めるそのようなものではないんです。 私たちがどんだけ悪いかということもこう指摘してきます、えー。そしてそれに対して人々はこうやっぱり抵抗したいというふうに思います。3 the、えー、つ目ですけれども、えー、と困惑している群衆、困惑したそういう応答をしている群衆がいます、えー。このメシアは、救い主は、えー とっても平凡な方法で現れました。The 彼らの期待とはこう期待から外れていたんです well,、like えー。彼らのように皆さんももしかしたらいろんな質問があるかもしれません。疑問があるかもしれません。不信仰と、えー 憎しみと困惑この3つには共通点があります。彼らはイエス様を地下に見ていないということです。Like、brothers, 不信仰の兄弟たちは自分たちの,この成功とか、まあ、そういうこういう メガネを通して、イエス様のことを見ているんです。Jesus, really、また、イエスを憎んでいるこの世はこのイエス様が指摘したことを受け入れられない、そういう、プライドを,持ってイエス様を見ています。 また困惑している群衆たちは、うん、もうお互いにこそこそ話しているんだけどでもイエス様のところに直接来て、えー、なんか質問したりとかはしないんです。The gospel of John invites us to believe in h i m の福音書は私たちにイエス様を信じるように招いています。 私たちの成功とか権力とかそういう眼鏡を通してイエス様を見るのでもなくただただ天のお父様のこの御心を完全に行うその完全に成し遂げているこのイエス様を見てほしいとそのように願い招いています。 先ほどあのおじいちゃんの話をしました story,、um, で。そのおじいちゃんの体験談というのが私に良い影響を与えてくれたんですけど。そイエス様がここの箇所でしていること、もう皆さんこう理解していただけたら嬉しいなと思います。 そしてこのイエス様の生き様が皆さんの心を変えていってほしいなと思いますでもイエス様は模範的なそういう存在以上の方ですイエス様はこれらのことを私たちのためにしてくださったんですここでメッセージを締めていきたいと思いますけどこのパッセージを この箇所を読んだときに、like えー、あんまりなんかこうピンとこない、なんかあんまりこうね、イベントがないなっていうふうに思いました。えー、この箇所のすぐ後だったら、mm、なんか、いつ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 、何 あの前のね6章というのは、すごいいろんなところで引用されている有名な言葉がいっぱい出てくるんですけど。でも、この箇所でイエス様がこの選択していった重要な言葉というのを見ていくと。 えー、見ていくときに、あ、イエス様はこれらの選択を私のためにしてくれたんだと、いうふうにご理解することができました。えー、また、えー。皆さんのために、イエス様はこれらの選択をしてってくれたんだと。あ、イエス様がこの十字架にかかる、えっ、ー、と、 そのような道をたどるときに、イエス様は私たちにも、その。その道をともに、従って歩んでほしいというふうに、こう招待しています。ね、great, 私たちの、えっ、ー、と、まあ。素晴らしい、なんかこう、これが一番最高の人生みたいな、そういうものに、えー、チャレンジを与えます。He tells us, John 12 whoever 自分の命を愛する者はそれをしない、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至りますこれらの言葉は単なる言葉ではあれません Jesus <lived> them. このは葉をイエる様は生き抜いはんです生きる者をは生きは イエス様は私たちが信頼を置くに値するお方ですそして私たちに必要な救い主です s <S お祈りします Christ, 私たちの主イエス・キリスト、えー、あなたをあなたの皆を賛美します私たちの神の道を選びました あなたは十字架への道を私たちのために選んでくださいました。どうかこの今日読んだ箇所がどうか私たちの心に入っていきますように。どうかこれからの1週間にあって私たちがいろんな試みにあったときにこのことを思い起こすことができますように。 どうか私たちがあなたのために人生を生きることができるように助けてください。Not for comfort or success。私たちのこの心地よさとか成功のためではなくて。あなたの御心がなされますように。<Amen. S 1> アーメン。アーメン。